数年前、新築戸建てを購入。今日はカーテンを買いに行こう。と、夫と決めてた日に、なぜかトメから連絡。カーテンまだ買ってないでしょ。ウトが車出すし、A さんの都合もついたから今から行くね。引っ越し前の旧宅に直前電話で突。A さんって誰？と思ってたら、トメの友達の洋裁が得意な人だと。いい嫁キャンペーン中っていうか、嫁自体始まったばかりの私は、何が何だかわからないうちに、トメ&エイコに引っ張り回され、カーテンレール、戸建てだから元々のはついてない、と、カーテンを、二人の趣味で購入。まだ、実母すら見に来てない、引っ越し前の新居にエイコともども行き、旦那とウトがカーテンレール設置。なんだか安っぽいなぁとか、落ちてきちゃいそうだなぁとか、もうちょっと上に設置してほしいとか思ったけど、ウトはセミプロなので、ウト自身を否定しちゃいそうで言えず。もうちょっと上に、ってのは言ったけど、壁の裏？がここまでしかないから、と、却下。でも、それじゃ、既製のカーテンがすんたらずなんだけど。そう言ったら、うん、だから注文カーテンにしないとね、とあっさり言われたんだけど、縦売りのくせに、そんな寸法ってあり？その後引っ越してからも、すんたらずのカーテンが気に食わなかった。子供が生まれ、そろそろ新しいカーテンを買いに行こうと旦那と相談し、このカーテンにすると決めたところでまたウトメ登場。今度は断ったんだけど、旦那に赤と二人で家で待っててくれれば、ウトメと俺と三人で買ってくるからと説得され、じゃあ、もうカーテンは選んであることだしとしぶしぶ納得。で、当日。三人が買ってきたのは、前回より1000円アップのカーテンレール。なんでカーテンレール？カーテンは？と聞くと、カーテンよりもカーテンレールが先だと思ったとか。意味不明。ウトメの前で旦那と喧嘩したくなかったので、ため息をついてやり過ごす。と、カーテン設置してる途中で、ウト&旦那の機嫌が悪くなる。なぜ？うまくできないから？だからカーテン屋に頼めばよかったじゃん。結局、残ったのは、安っぽい新しいカーテンレール。前回のカーテンレールの残した穴。さらにすんたらつになった古いカーテン。カーテンの話題を口にするとイライラする旦那。お前は来なかったのに文句ばっかりとか言われた。カーテン話はタブーになった模様。もう嫌だ。なんで、ウトメはそんなにカーテンにこだわるのか。うちのカーテンなんだ。もう、カーテンのせいで、友人を家に呼ぶことすら嫌になってきてるよ。